はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回は PS1 ソフトデジタルカードバトルプレイしていきたいなと思います。まあデジモンのねカードゲームですよね。デジモンといえばね、結構昔に1年くらい前かなね、デジモンワールドをプレイしてたと思うんですけど、今回はカードゲームということで、ちょっとね楽しみにしてやっていきたいなと思います。でね、このゲームのパッケージのね裏に結構、壮大なことが書いてあって、カードバトルで世界を救えってねなかなか大風呂敷広げたよみたいな感じでね書いてるんですよ。でもう一つちょっと注目のポイントがあって、大迫力の 3D リアルアクションバトルって、書いてあるんでね、なんだろう、いやこれ PS1 だぞと思って大迫力の 3D リアルアクションバトルできる、いや無理だと思うけどな。なんかねハリボテみたいなやつらがバトルすることがねないように、はい、そう思ってやっていきたいなと思います。いや本当にそんな白熱のあれあんのかな。で今ちょっと3つぐらいあるんですけど、ストーリーやっていきましょう。まあニューゲームですね。もうなんだ、あデジモンワールドもなんか変な、こういうね、これおばあさんかな、おじいさんの話から始まった気がする。ババモンよく来たの、わしはババモンじゃ。まずお主の名前と生年が生年月日いる。はい、じゃあこんな感じでまさかの令和生まれっていうねことで、名前がロンってあのハリーポッターかなっていう。ところでお主、トレーディングカードゲームを知っておるか。知ってるよ、遊戯王の方ねあ、話は早い。このゲームソフトはな、デジモンたちがデジモンカードで戦う不思議な世界なのじゃ。ツッコミはいらんぞいやもうパッケージのところからツッコみましたけどね。とにかく不思議な不思議な世界なのじゃ。とても平和な世界じゃった。デジモンたちもみな仲良く暮らしておっての。じゃが今この世界は一転して滅亡の危機に見舞われておる。いやこれデジモンワールドが始まるんじゃないっていう。詳しくは後で話すが、強烈な事件が起こっての。いろいろとわしも手を尽くしたのじゃが、いまだに解決できん。そこでじゃ、お主に来てもらったのは他でもな、カードで世界を救う選ばれたる伝説のなんたらとか、異世界から呼ばれた光のカンタラとか、ほひょ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 、なんだ、ほひょほひょほひょ、ほら、これよくあるじゃろ。つまりなんじゃ、お主はこの世界を救って、あ、本当に救うんだ。あれ、これデジモンワールドの主人公だけどな。たとえお主がおなごじゃろ、いや、子供です、赤ちゃんですねもうまだ生まれてないぐらいの、時間がなくての、別のマトリックスが用意できんじゃった。しかしな、由緒ある体じゃぞえ読みづら、この島の伝説の勇者で、あ、やっぱりデジモンワールドとちょっとつながってんだ。おう、そうじゃ、この世界でお主の呼び名を決めてもらおうか。あ、アポロンじゃないの。あ、違うんだじゃあカタカナにしとくか。なんで生年月日まで書かされたんだろう。はい、これだけ、うわ3つもある。あれ、よし、これを見よう。ここに3色の石がある。これは1000年の昔に圧縮されたと伝わるお主専用のデッキのことかな。勇者のデック、ああ、御三家みたいなポケモンの。全部やりたいのじゃが、今のわしの力ではこのうち1個しか回答できん。どれか1つ選んでくれ。なんだ、あ、高い攻撃、相手を叩き圧倒する、前のめり、ボタンの、ボタンの使い分けなんか攻撃カードの使い分けとかでもなく、ボタンの使い分けで、固い守りでね。まあこれがゼニガメ的な感じかな。反撃、あ、カウンタータイプのオールラウンダー。ここはね、当然これで叩きのめす。人影的な感じかな。なんだ、ああ、お主のものになった?なったのかな?今少しでお主もこちらの世界に降りられる。さらに詳しい話をするゆえ、こちらに降り次第、わしの家まで来てくれい。では頼んだぞえ、勇者殿。あ、さあ始まって、あ、完全にデジモンワールドだな。そういえばあのデジモンがここに着いたら家に来てくれって言ってたっけ?ババも、あ、フィールの井戸はないんだ。
なんか結構おしゃれな感じというか、これババモン住んでんの？うん、来ましたよと。あ、ババモンがこの世界の管理を任されているデジモンなんだ。ジジモンはどこに行ったのかな。始まりの街ね。これはデジモンワールドと完全に同じ。とにかくこの世界の基本はカードバトル。うん、早くしたいね。とりあえず街のグリーンジムで一度バトルしてみるのがええじゃろう。うん、グリーンジムにはベタモンというデジモンがお主を待っているから、はい、行きましょう。グリーンジム、あ、これか。あ、ベタモンいた。デジモンワールドでもこいつが一番最初に戦った的な気がするな。あ、バトルの遊び方を教えてくれる？まあ、それ強くないよな、勇者のデック。あ、今回は練習用のレンタルデック、なんで。あ、ターンを決めて、アクモンかベタモン、じゃあ気を使ってベタモンで。もう早く決定しろよ。え、あ、ベタモン、あ、よかった。気をつ、ごちゃ混ぜデック、レンタルデック。なんかあんまりいいあれじゃないな。あ、こういう感じなんだ。はいはい、説明通りにしましょう。オイラの先行、ええ、こっちが先行じゃなかったっけ。あ、すげえカード持ってる。あ、山札が4枚しか引けないんだ。で、フェースでは必ず手札がいっぱいになるまで自動で引く。あ、なるほど。じゃあカードはどんどん使っていった方がいいんだな。次は戦うデジモンを場に出すよ。レベル3のものを出すのが一番いい。なんで？あ、なんかあんな。あ、これか。バツ三角丸、確かにありますね。なんか、コマンドが。丸が攻撃高いってことかな。あ、進化フェーズ。進化に備えて進化パワーを貯めるんだ。ここの数字が、あ、なんだ？これが進化パワー。出した分だけ進化パワー貯まっていくんだ。これを出すと20貯まるね。あ、生贄にするってこと？あ、それで進化もできる。今はまだ足りないんだ。あ、30ポイントいて10ポイント足りないと。はいはい。で、戦闘フェーズがないときは飛ばして。なるほど、なるほど。で、こっちは、引いたカードは引き直しが出る。え？四角で見て嫌だなと思ったら引き直してもいいんだよ。あ、そうなんだ。あ、全部捨てなきゃいけないんだ。なるほどね。手札はこのままでいい。まあいいけど。これ？ドリームゲモン。テントモン。回復フロッピー。ああ、回復ね。クワガーモン。あ、クワガーモン出したいな。カウンターとかある。なんか特殊コマンドもあるっぽいな。うん。じゃあ OK で。次は戦うデジモンを出そう。あ、レベル3ね。まずはレベル3から。なんだこの2分の1っていうのは。とりあえずこいつ出して、よし。次はアポロの進化フェーズ、進化パワー貯めるか。え、こいつ出すの、これを出す。あ、あ、確かに20ポイントって書いてあるな。さっき説明されてたか。うん、あ、進化もできんの。え、こいつ無理じゃない、まだ。そうですよね、足りますよね。ドリモゲも嫌だけどな。戦闘フェーズで今のターン側のアポロンが先行だね。あ、そういうことか。ここは先にあれか、行動しておくのか。で、攻撃ボタンを押してどの技を出すのかお互い決めるんだよ。同時、同時か、本当に。攻撃力は丸が高いですね。丸は必殺技なんだ。ああ、大抵一番攻撃力が大きいんだと。三角は通常技。丸よりは攻撃力落ちるけど、丸より邪魔されにくいから確実。バツは特殊。あ、罰には特別なおまけがつくんだ。例えばこれは丸をゼロに。あ、相手の攻撃力を丸にゼロにしちゃうと。なるほどね。え、じゃあ罰かな。絶対丸打ってくるよな、これ。うん。罰だよ。あ、丸をした方がいいんだ。はい、セット。これで大迫力の 3D アクション。援護？デジモンカードの援護が役に立つ。なんだ。そんなのもあんの。はいはい。こいつ、あ、攻撃プラグインか。どっち、
なるほど。こっちも使うの？あ、普通にもうデジモンカードも使えるんだ。攻撃プラス200。こっちだよな。うんうん。あ、そうなんだ。なくなっちゃうの使ったら。どうなるかな？あ、ヒットポイント限界以上に伸びるんだ。で、攻撃伸びて。あ、これが大迫力。あ、すげえ、マジで。おお。いい感じ、いい感じ。なんだ、プチサンダー。結構ちゃんと、結構さ、ちゃんと、本当に戦ってるっていう。カッターフィン。おお。おお。おお。あ、なるほど。え、どうなったの？あ、ついにあいつのターンやった。戦闘はどっちかのデジモンがヒットポイント0になったら1勝なんだ。あ、先に3勝した方が勝ちなんだ。で、援護とオプションの効果はもう切れてるよと。ヒットポイントだけは元に戻らない。なるほど。デジモンが場に生きてるから、デジモン出しはなしで、進化フェーズ。うん。進化パワーを貯めて、貯めずに三角で飛ばすこともできる。はいはい。で、進化、どれにしてくるんだ？完全体もいるぞ。40。これは引き継がれんのかな？レベル4。うん、あ、レベル3、レベル4、レベル感があるんだ。もちろん、あ、色が、あ、色で進化の方向がわかると。じゃあ、あの完全体にはなれないんだな。で、減っていたヒットポイント、私でしょ。マジで？減らした意味なくねえか。あ、そして進化パワー全部捨てられるんだ。なるほど。あれ、相手攻撃してくんの？なるほど。だ、あ、丸を押したんだ。だったら罰かな。よし、ありがとう。なるほど、なるほど。え、使うか。あ、使ってみるんだ。ドリモゲモン。こいつにはならないんだな。で、こいつで。あ、何も使わないんだ。よし。で、ゼロにして。当然ね、相手は丸使ってくるんで。まあ、接待バトルですよね。お、完全に負ける感じだよな。ミス。ローリングガード。結構技あるんだな。3つぐらいあるのか。いい感じ、いい感じ。なるほどね。で、次のターン。あ、ここで一気に進化仕掛けていく。あれ？引きが良くないぞ。うん。あ、そうですね。引き直す。手札全入れ替えか。おお。何枚デッキあんのこれ。あ、次は引きましたね。なんだ？猿がいるな。OK で。で、進化フェーズね。ヤンマモン。あー、ヤンマモンか。よし、出していこう。進化して。で、互角になって。3度目の戦闘。今回はとっておきのテクニック。なんだ？ボタンを押して攻撃を決めて、もう慣れてきた。今回はどっちもまるで派手にやろうよ。おー、いいよ。こっちも攻撃力は高いな。うん。それでオプションね。これじゃ何使ってくんの？あ、山札から直接カード裏向きで出して、援護やオプションカードに使えるんだ。ああ、1か8かのチャレンジ。なるほどね。はいはいはい。なるほど。使ってきた。こっちは？あ、やってみるか。じゃあ、援助カード？なんだ？決定？あ、山札ね。デッキは30枚くらいかな。わ、こいつ。こっちもなんだ？グレイモンかな。相性はこっちの方がいいんじゃない？緑で。こっちあれでしょう。水属性でしょ。サンダーレイ。一発ワンパン、これで一勝ってこと。おお、
ヤンマも強いな。おじけ。よし。一か八か大失敗。はいはい。あ、バトル講座これで終わりなんだ。完全体まではいかないんだな。あ、100ビット。これはお金ですね。どうだった？大体、あ、感じつかめましたね。よし。ほい、オイラと本当のバトル。あ、やるか。かかってこい。どうせザコだろう。あ、やっぱり属性ありそうだな。火と水と草とドクロ。ハテナっていうのもあんな。はいはい、まあこんな感じで。総カード、いや、45枚もあったんだ。で、順番決めて。まあ、アグモンですね。ここは。これ、ポンと決めてくれたらいいんだけどな。長い。長い。ベタマンのターンか。よし。で、戦っていきましょう。あ、ベタモンめっちゃ入ってんな、こいつ。よし。なんだ。まあ、手札これでいいですよね。戦うデジモンは、ピオモンから。よし、決定。で、進化パワーは、ティラノモンかな。で、進化できる？あ、できなかった。なんだ。ダッシュついばみは先制ができるんだ。まあ、ここはマジカルファイヤーですよね、普通に。あ、でも、ウォータータワーっていうのあるぞ。ウォータータワーだったらゼロにされるから、難しいな。ピオリンアタックでいくか。まあ、一発で死ぬこともないし。なんか使うかな。三角の攻撃力が2倍になる。今じゃないよな、でも。これ今じゃないと思うんですよね。これは何なの？なし。なしとかあんの？決定。次へだな。よし。あ、やっぱりこれ仕掛けてきてましたね。この読みは正しかった。OK。どんな攻撃すんの？可愛らしいな、最初。ピオリンアタック。お、結構強そうだけど。自爆ダメージはなし。ウォータータワー。まあ、これはね。まあまあまあ、こんな感じでしょう。で、次の進化のやつ防げるかな？死ぬんじゃないっていう。あ、進化してこなかったな。であるなら敵が撃ってくんのかな。またウォータータワーだったらやだな。マジカルファイヤー行ってみるか。よし。まるで。これはまあ使わないよな。よし。あー、失敗した。失敗した。これ飛ばせないかな。飛ばせね。見ないとダメか。ゼロだよ。ダメージ食らうだけだって。手堅いな、結構。こうなりますよね。ミス。ここら辺やっぱり確実にやっていかないと結構痛いな。よし、じゃあ進化していくよ。で、準備終わって、進化パワーダメ。これ30だか。こいつゴブリンモンいっか。進化していきましょう。ティラノモン。これでね。で、ここは三角で。で、この、これね、三角の2倍になる攻撃を使っていって、来ましょう、一撃。あ、敵もなんか使ってくるかな？よし。よし、OK。これで1勝目。いいよ。こうなろう。もう全然違うもんな、モンスターのレベルが。大きく。ははは。よーし。ちょっとかわいそうでもある。一生。これ3勝すんのか。結構大変だな。もうこいつレベルだったら2勝でよくないっていう。
一緒。よし、また同じようなの出してきたな。なんだ、進化したのか。あ、進化した。ヌメモいやすげえ技があるな。あ、罰だったら対この草だったらかける3倍なんだ。まあここは普通に攻撃ですね。ファイヤーブレスでいいかな。まあこれもなく、よし。あ、普通にバッとやってきたけど全く意味ない。ヌメも弱くない？こんな雑魚出してきて舐めてんのかいけいけ、超悪臭よし、100ですからね。もう全然楽勝。ファイアブレス、よし。次のターンでもう普通に倒せそうですね。弱っバンバン倒していこう。で次が、あ、また来たな。まあ、手札はこれで全然よくて、通常ポケモンはいないから進化パワー貯めましょう。あ、自分の属性は炎になる。あ、攻撃力300。じゃあスノーゴブリンもあれかな、飛ばすかな。進化フェーズもまあいらないんで普通に攻撃ですよね。何事もなく。オプションカードもいらないよな。まあいらないカード使っとくか。これいらないよな。あ、ヒットポイント伸ばしやがったこいつマジでまさかの延命作戦。そっか、そういうこともあるか延命作戦うぜえな。ファイアブレスサクサク倒していきたいんですけど、謎の延命作戦がある。エンガチョキック、もう、あ、250結構くれたな。まず延命されるとちょっと危ないかも。次、あ、またあれがいっぱいあるんでね、普通に使っていくか。うん、あんま使いたくないんですけどこれ使っていきましょう。多分またあれ使ってくるだろう。使ってこむのか、使ってこないんかいじゃあ普通に。結構やられたな出た出た、これ250で済むか。ファイアブレス、よし、トローンと、よっしゃ、これで2勝目で次ですよね。何が出てくるか。レベル3のモンスターいないけどな。でまあこれはこれでいいでしょう。で進化ポイントもちゃんと貯めておいて、お、これすげえ貯まるな。30も貯まる。完全体は出てこないのか。うん、進化できないんでね。なんかよくわかんないやつが出てきたな。じゃあ普通に攻撃で、あ、先制攻撃あるか。そしてオプションカードはとりあえずこれ使っとくな。はい、あ、やっぱりこれで610で先制ね。まあ勝ったでしょう。おおさあ変わってこい。マッハシャドウ結構強そうだけど、120か。でファイアブレス、これしかこいつは使わないな。完全な脳筋タイプ。よし、これで3勝目。 OKOK。 まあこれで1回のバトルっていうことですよね。結構あるかな本日2度目の、なんだ、カード1枚もらえる。あ、所持枚数0枚って言ってる。じゃあペンギンももらうかな。はい、あ、こうやってカード増やしていくのかな。買うんじゃないのかな。100ビット、あー負けた。すごいな、もう多いな。なんか全然強いな。
そんなことないって。お兄ちゃんならすぐに強くなれるよ。あ、それとデック編集について少し教えてあげるねと。自分のデックはいろいろカード入れ替えよう。それはそうだよな。新しいカードを手に入れてもそのままじゃバトル、あ、そうですよね、ちゃんと入れないと。デック、あ、30枚のカードなんだ。持ってるカードは45枚だったっていうことか。はいはい、なるほど、ありがとう。出る出る出るって何。ちょっとババモンのとこ行くか。うん、バトルやってみたよ。うん、面白そうだった。さすが伝説の勇者だの、頼もしい。あ、事件の説明か。ちと長くなる。なんだ、うん、カードバトルが基本と。カードバトルに強いものがリーダーたる資格を持つことができる。今このファイル島かな、ファイル島かな、各地域にまとめている7人のカードリーダーがおる。ジムリーダー的な。で、強さの証としてセブンズカードと呼ばれる特別なカードを1枚ずつ持っておる。うん、それを集めろってことかな。うん、大の古代鏡で見つかった1枚のカードを、うん、で大昔に作られたカードを発掘しておって、その見つかったカードに恐ろしい力が隠されておったのじゃ。恐ろしい力？ふむ、そのカードにはデジモンワールドにとって最も危険とされているバグが潜んでおったのじゃ。ああ、伝染病か。なるほど、最悪の場合死んでしまうと。なるほど。今までも発見されたけど大した被害はなくて。あ、無限マウンテンね。で、入ってバグを取り除けばよかったのだが、今回のバグによる病気は今までと比べ物にならないスピードで、ああ、全土に広がってしまってるのか、島の。うん、その無限マウンテンに行ってバグを直せばいいんじゃないの？そこが問題。あ、セブンズカードがいるのか。はいはい。うん、データを書き換えるには、あ、この世界の思い通りにできる。今までもでもやってたんじゃないの？やっぱりあれかな？一応休憩取るか。うん。あ、お小遣いくれんの？おや、結構くれたな。結構くれたけど。うんうん。出るっていうのは何なの？あ、なるほど。ここで移動とかできてセーブとかもできるのか。はい、ということでね、今回はちょっとこれぐらいで終了にして、また次回ね、カード集めていくのかな、セブンズカード。うん、そんな感じでまた次やっていきたいなと思います。お楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気に下がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。